揃いました。大きな出番じゃありません。内から好スタートを切ったのは3番の吉尾ですが、その外から5番のラインカリーナ、ババを叩く音が響きます。外から12番、おお、エアアルマスが前に来ました。一緒に11番のレピアウィット、それから内5番のラインカリーナと、なんとエアアルマスは先行していきました。後方からは2番のロードアルペジオです。1,2 コーナー中間地点を通過、もう一度内から行って5番のラインカリーナです。ラインカリーナから奪って向こう上面へ、2番手にはレピアービット、3番手には10番のコパノチャーリー、4番手です。今日は12番エアルマス前の競馬をしています。1馬身差5番手13番のクルークハイト、それから内を通る3番の吉尾、並んでいるのがマイネルバサラ。これから2馬身差マイネルユキツバキがいて、間には14番アイパーイチオ、内に1番のノーブルサターンです。外から7番のベンジェンス、3番人気動いていった。それから6番のハイランドピークがいて、2馬身差で9番のクイーンズサターン、さらに2馬身差リーゼントロック、その外側からナムラミラクル、そして2番のロードアルペジオ。後方から3コーナーから4コーナー縦長になりました。600を今通過して1分11秒、これは速いペースです。5番のラインカリーナ、これをもうかわす。12番のエアアルマス、打体を合わせた。ラインカリーナ苦しくなったか。3番手は10番のコパノチャーリー、外から13番クルークハイト、外を回ってベンジェンスがやってくる。さあ距離は大丈夫なのか。4コーナーカーブ直線で先頭12番のエアアルマスがここで先頭に立つ。5番のラインカリーナ、残り200を迎えると、外から7番のベンジェンス、間を通って8番のマイネルユキツバキなどもやってきます。さらに大外から6番のハイランドピークも突っ込んでくる。2番手は変わった、しかし強い。12番のエアアルマス、2番手はベンジェンス、外側6番のハイランドピークがやってくる。12番エアアルマス1着でゴールイン。エアアルマス3連勝、ダート3戦3勝、この馬場でもこの距離でも問題なし。